歴史的な領域としてのバスク地方は、バスク人とバスク語の歴史的な古国を指す概念である。ピレネー山脈の両陸に位置して、ビスケー湾に面し、フランスとスペインの両国にまたがっている。スペイン側には、バスク州の三県とナバーラ州の計4領域があり、フランス側には、フランス領バスクの三領域がある。バスクナショナリズム運動の中で、 サスピアクバットというスローガンが掲げられ、7領域からなるバスク地方の地理的範囲が示された。バスク地方全体の旗として、イクリニャがバスク地方のシンボルとしてラウブルがある。バスク国の構成歴史的なバスク地方は、南バスク、またはスペインバスクと呼ばれるスペイン領土の4地域、北バスク、またはフランス領バスクと呼ばれるフランス領土の三地域の 計7領域からなるバスク地方全体の面積は2947平方キロメートルであり、2005年から2011年の調査に基づいた人口は約308万人、人口密度は約149人平方キロメートルであり、スペイン全体やフランス全体の人口密度と同程度である。バスク州に約210万人、ナファロア州に 約60万人、フランス領バスクに約30万人が住む。人口の偏りは激しく、人口の1、3がビルボト市圏に居住しており、ビスカヤ県の人口密度は約500人、平方キロメートルに達するのに対して、ナファロアベヘレアやズベロアの人口密度は約20人、平方キロメートルでしかない。南バスク4地域は、バスク5では、エウスカリと表記され、 いずれもスペインの県に位置づけられている。このうち西部の3地域は1979年から面積7234平方キロメートルのバスク州を構成し、バスク3県とも呼ばれるバスク地方の中核的な地域である。東部の1地域は1982年から単独で面積1391平方キロメートルのナバーラ州を構成しており、 面積はバスク州3県の合計より大きい。南バスク全体の面積は17,955平方キロメートルであり、2010年と2011年の調査に基づく人口は281,331人である。アラバ県内にあるカスティーリアイレオン州のトビチトレビニョとビスカヤ県内にあるカンタブリア州のトビチバリエデビラベルでは、 バスク州には含まれないが、バスク地方の範囲には含まれる場合がある。北バスク山地域は、バスク語では、イプラルディアと表記され、フランスのピレネアトランティック県の一部である。1990年代後半から2013年までは、暫定的に、バスク地方という行政区分がなされたものの、現在は、北、バスクを単独で管轄する行政区分は存在しない。 北バスクの面積は2992平方キロメートルであり、2005年の国勢調査による人口は27万2103人である。バスク地方の地形地形的に大まかな境界を見ると、北端がビスケー湾、北東端がアドゥール川、東端がアニボン、南端がエブロ川、西端がネルビオン川である。バスク地方北東部をピレニー山脈が占め、 2504メートルのアニボン、2044メートルのアルラボン、2017メートルのオリミネなど、スペインとフランスの国境をなす両線には、標高2000メートルを越す山々が連なっている。ピレネー山脈は、バスク山脈に接続しており、バスク山脈は、ナバーラ州とギプスコア県、ギプスコア県とアラバ県、アラバ県とビスカヤ県の境界を東西に伸びている。 バスク山脈の主要な山には、アンディア山地、ウルバサ山地、1427メートルのアララール山地、1551メートルのアイスコリ山、1361メートルのアンボト岩山、1537メートルのゴルベア、山地などがある。フランス側は、山地の標高が低く、923メートルのアルツァメンリ山、678メートルのウルスや、 山などがある。フランス領バスクでは、アドゥール川とニベル川の二河川が、ビスケー湾のコスタバスカに流れ込んでいる。スールの中央部を南北に流れるセゾン川は、ソーブテイルドイコールベアム付近でオロロン川と合流し、ペルオラード付近でアドゥール川に合流すると東西に向きを変える。バスナバールは、北部と南部で水系が分かれており、サンパレなど北部を流れるビドゥーズ川は、 ギシュ付近で、アドゥール川と合流するが、サンジャンピエドポルなど南部を流れるニーブ川は、北ではなく、北西に流れて、ラブール中央部を通り、ビスケー湾まで数キロに近づいてから、バイオンヌの旧市街付近で、アドゥール川と合流する。いくつもの支流を集めたアドゥール川は、川口部にバイオンヌアングレットビアリッツ都市圏、共同体を持つ。ラブール西部を流れるニーベル川は、 アドゥール川より規模が小さいものの、川口のサンジャンドリューズに、目の細かい砂浜海岸を形成していることで知られる。ナバーラ州内に水源を持つビダソア川は、下流部の数キロで、スペイン・フランスの自然的国境となり、川口部には、イルニア・オンダ・リビアとアンダイエなどが国境をまたいだ、チングリワン都市圏を形成する。スペイン・バスクには、アドール川に匹敵する河川はないが、河口に、 サンセバスティアンを形成するウルメア川、オリア川、デバ川、自然保護区のウルダイバイ川口、河口にビルバを形成するネルビオン川などがビスケーワンに注いでいる。ピレネー山脈やバスク山脈は大まかに大西洋と地中海の分水嶺となっており、ナバーラ州やアラバ県を流れる河川の多くはやがてエブロ川となって地中海に注ぐ。この分水嶺は バスク語の言語境界線とも似通っており、山脈以南ではバスク語話者の比率が低い。ナバーラ州東部にはアラゴン川、中央部にはパンプローナを流れるアルガ川、西部にはエステーラを流れるエガ川があり、アラバ県にはビトリアガステースを流れるサドーラ川がある。ナバーラ州とアラバ県にありながら河川が大西洋に注ぐ地域は両地域の北端部などに限られる。 コスタバスカはリアス式海岸が連続しており、高い崖や奥まった入り江を持つ天然の良好を抱える。コスタバスカに砂浜海岸は少なく、アンダイエ、サンジャンドリュズ、サン、セバスティアンなどに限られている。ビスケワン沿岸のビアリッツやサンセバスティアンはそれぞれ19世紀以後にフランス王公貴族やスペイン王公貴族の保養地となった。バスク地方の湾岸部は 西岸海洋性気候であり、内陸部は大陸性気候に属している。イベリア半島内で最も降水量が多い地域だが、南部は石灰質土壌のために、保水力が弱い。東部のピレネー山脈の両線部では、降雪量が多く、平地でも降雪や玄関が見られるが、標高150メートル以下ではほとんど降雪はない。山間部はとどまつ、ブナ、モミが。 主体の亜黄山帯であり、南部はヨーロッパ赤松、杖、西洋ヒイラギが顕著であり、北部はヨーロッパなら、西洋トネリコなどの大西洋岩種や、魚流、イチゴの木など半島北東部種が支配的である。フランコカンタブリア美術の洞窟絵画の分布。バスク地方で全気球石器時代の痕跡は見られず、バスク地方に人類が居住し始めたのは、 約15万年前の中期旧石器時代であるとされる。ネアンデルタール人は温暖な時代には河川に近い、屋外の断球面に住み、寒冷な時代になると奥行きのある洞窟に住んで寒さから身を守っていた。イステュリッツ洞窟、オーシュルック遺跡などで鉱石製の道具が発掘されており、イステュリッツ洞窟ではムスティーブンカ期のネアンデルタール人の下顎が発掘されている。 高期旧石器時代、オーリニャック文化期の遺跡としては、サール遺跡、イステュリッツ洞窟、サンティマミニエ洞窟などがあり、ソリュートレ文化期の遺跡としては、オーシュリュック遺跡、ボリンコバ遺跡、エルミテア遺跡、イステュリッツ洞窟、サンティマミニエ洞窟などが、マドレーヌ文化期の遺跡としては、サンティマミニエ洞窟、ボリンコバ遺跡、イステュリッツ洞窟、エルミテア遺跡、アイツビタルテ遺跡、 ウルティア外跡、ルメンチャ遺跡などの遺跡がある。イステュリッツ洞窟、アルケルディ遺跡、アルチェリ洞窟、サンティマミニエ洞窟などの洞窟絵画は、フランコ・カンタブリア美術に属し、他地域のアルタミラ洞窟やラスコー洞窟と同時代である。ベンタラペラ洞窟の洞窟壁画には、抽象的な記号とともに、バイソンやクマなどの動物が描かれ、サンティマミニエの壁画には、 メジカやバイソンなど大型の野生生物が描かれた。イスティュリッツ洞窟やサンティマミニエ洞窟などでは彫刻作品も発掘されている。2008年、サンティマミニエ洞窟は世界遺産であるアルタミラ洞窟とスペイン北部の旧石器洞窟美術に追加登録された。中石器時代のアジール文化期には、上述の旧石器時代からの遺跡の大半やレ設置遺跡、 ベロベリア遺跡などで人間の頭蓋骨などが出土している。新石器時代の痕跡は、サンティマミニエ洞窟、ルメンチャ遺跡、エルミテア遺跡、ウルティア外跡、ベロベリア遺跡などにあり、貝塚などが出土している。人類は洞窟ではなく、平野に住居を建て始め、狩猟に加えて果実の収穫や野生動物の家畜化などを行い始めた。青銅器時代に先駆けて、 ドルメンなどの巨石記念物が登場し、東方と南方からやってきた民族によって、埋葬の儀式とともに普及したとされる。これらの巨石記念物は、産地や牧畜地帯に建立された古典的な遠藤墳、アルタホ内石に見られる巨大な通浪墳、ロンカ類跡に見られるカタルーニャ風の通浪墳の3つの潮流に分類される。巨石記念物や高地に埋まっている。 建造物は、バスク全土で400以上も記録されており、銅製や、青銅製の異物が出土している。鉄器時代には、ケルト人と推定される民族が、バスク地方を横断し、製鉄、動物による車の牽引、優れた農耕法、新たな作物、牛馬の飼育などの技術をもたらした。銅器時代までは、断続的な居住地跡しか発見されていないが、鉄器時代には、 定住的になり、川べりの小高い丘を中心にした永住地跡が発見されている。古代のバスク系部族起源前3世紀には、カルタ語人がピレネー山脈の麓に達したが、征服や植民を行うことはなく、バスク人との関係は良好であり、多くのバスク人がカルタ語人の傭兵となった。この頃のバスク人たちは、長老会議や戦士団を持ち、女性は農業を、 男性は、狩猟や略奪を行った。何らかの言語を話していたが、その言語を文字にすることはなかった。紀元前133年のヌマンティアの行為戦で、ローマ人がケルト人を破ると、紀元前75年にはポンペイウスが、自身の名にちなんだ都市、ポンパエロを建設し、ピレネー山脈に向かう、際の強力な防衛地点として使用した。ポンパエロには、神殿、 公共浴場、邸宅などが築かれて、ローマ的な都市となり、バスク地方南部では、オリーブや小麦やブドウなど、ローマ的な農作物が生産されるようになった。土地が痩せている北部では、鉱山や避難港などが、ローマ人に利用された。この頃のバスク人はいくつかの部族に分かれて広い、領域に分布しており、カイサルは、ポンペウスの軍隊を解散させて、 近ヒスパニア全域の統治を確立した。紀元前一世紀には、バスク地方にもローマ人が到着したが、アウグスティスは、バスク人が住むピレネー山脈の山岳民やアクイタニアを平定させることができず、これらの地域は、ローマ法、ラテン語、キリスト教などのローマの影響をほとんど受けなかった。ローマ人とバスク人は協力関係にあったとされ、イタリアのブレシアには、 すべてのバスク民族はローマと友好関係を保ち、直ちに兵士としてローマ軍に加わったと刻まれた一世紀の石碑が残っている。ローマ人はバスク人をバスコニアと呼んでおり、バスク人は自らのことをエウスカルデナクと呼んでいた。バスコニアは現在のバスクという統一的な名称の創始であり、またガスコーニュという地名の語源にもなっている。 三世紀末には、バスク地方南部の都市に、キリスト教が伝播されたが、ローマ時代には、キリスト教は浸透せず、太陽、月、天など、ケルト文化の影響を受けた、自然崇拝が主流だった。中世前期後世紀には、西ゴート族が、バスク地方に侵入し、バスク地方にいた種族は連合して、異民族に抵抗した。年には、ウマイヤ朝のイスラム勢力が、 バスク地方に侵入し、718年にはパンプロナが征服されたが、732年にはフランク王国の救済カール・マルテルがトゥール・ポワティエ間の戦いでイスラーム勢力を撃退し、イスラーム勢力はイベリア半島南部に戻った。11世紀までは断続的にバスク人とイスラーム勢力との間で諌かいが起こったが、おおむね平和に共存した。7世紀以降には、 フランク族のメロビング朝の家臣によるバスコニア公爵領が存在し、西郷都族、イスラーム勢力、フランク王国に対して、ピレネー山脈の両側のバスク人は連合した。778年のロンセス・バーリエスの戦いでは、カール大帝軍に勝利したが、この戦いは、ジョジシ・ローランの歌のモデルとなった。バスコニアは、西ヨーロッパの人々によって野蛮性が強調され、 破壊者、不老者、略奪者などと呼ばれた。バスク人は基本的に山岳地帯の山村で生活していたことから広い領域との関わりを持たず、バスク人全体を統一する権力者は長らく登場しなかった。北バスク封建時代初期の北バスクは三つの独立した組織体で構成されていた。東部はガスコーニ公爵とビンゴール伯爵の支配下に、 スール支社策量があったが、1078年に、ベアルン施策の支配下に入った。中央部は11世紀初頭になって、アルベル、オスタバレ、オッセス、シーズ、ミックス、バイゴリの放置が確立したが、13世紀には、ナバーラ王国の一地域としてウルトラ・プエルトス、大管区を構成した。西部は十一世紀初頭に、ナバーラ王国の三蝶三世に七県が渡されていたが、 1033年にはガス購入公爵の被護下に入った。この3地域のいずれも自由地として自治権を有しており、濃度性の範囲以外だった。1155年にはイギリスのプランタージネット町のヘンリー2世がアキテーヌ公爵を兼ねるようになったが、ラブールとスールの諸権利が譲渡されたことをバスク地方の貴族は好まずに敵対し、12世紀末に リチャード1世がバイオンヌを行為して占領する結果となった。1204年にはカスティーリアアルフォンソ8世がラブールとスールに侵攻してバイオンヌを焼き払った。14世紀初頭にはスールでフランス人の死者がイギリスに反旗を翻したが死者に占領された領土はナバーラ王経由でイギリスに返還された。南バスク戦三3 0年頃のイベリア半島。 ナバーラ王国の最大半島。824年、イニゴ・アリスタラが、フランク王国のルイ一世に勝利したことで、パンプローナ王朝が誕生し、その息子のガルシアイニゲスは、アストリアス王国との戦いの後には兵を結んだ。イニゴ家の起源については定かでないが、ピレネサンムヤク北部から出て、ナバーラのサラサールダニに定住していた可能性がある。イニゴ・アリスターは三代続き、 905年には、姫の家の山頂がルセス一世が、パンプローナ王となって、姫の朝が開始された。922年には、アラゴン白領を保護領とし、924年には、あと、ウマイヤ朝のアブド・アル・ダフマーン三世によって、パンプローナが略奪、焼き討ちに遭うが、937年には、アステリアス・レオ王国と同盟を結び、939年には、 シマンカスの戦いに勝利して、イスラーム勢力を撃退した。フランク王国のカール大帝によって、自然崇拝が禁じられていたが、パンプローナに修道院や司教区が設置されるようになったのは9世紀になってからであり、11世紀になってようやくビスカヤやギプスコアにも修道院が急増した。1004年に即位したサンチョ3世は、バスクの諸地域を次々と従えた。 ラブールとバスナバールの七権を受け取り、婚姻によってビスカヤとアラバを併合し、スールも間接的にナバーラ王国に従属していた。サンチョサンセの死後、生着の長男が王国を相続するという当時のイベリア半島の監修に反して、ナバーラ王国はサンチョサンセの遺言通りにアラゴン、ナバーラ、カスティーリャ、ソブラルベと、 リバーゴルサに分割されて4人の息子たちに与えられたが、兄弟は敵対して、領地争いが起こった。ナバーラ王国は1076年には、アラゴン王国の一地方となったが、ガルシア6世が王位についた1134年には、アラゴン王国から独立して、再び主権を立てた。1212 12年にはサンチョ世が、キリスト教連合軍の一員として、 ラスナバスデトロサの戦いに参加し、レコンキスタにおける重要な役割を果たしたが、1234年に死去したサンチョ7世には正統後継者がいなかったため、シャンパーニュ家のテオバルド1世がナバーラ王となり、フランス王朝が始まった。11世紀以後には、ナバーラ王国内部をサンティアゴの巡礼路が通るようになり、いくつかの都市が巡礼路沿いに建設された。巡礼路は、 バスク地方のキリスト教家に貢献し、15世紀末には、バイオナ市教区、オロロン市教区、ダックス市教区、イルニア市教区、ガステース市教区の5支教区が、バスク地方を所轄していた。バスクの他地方を見ると、9世紀には、アラバとビスカヤの名称が、11世紀には、ギプスコアの名称が初めて文献に登場した。アラバは、ナバーラ王国内の領主領や、 伯爵領として9世紀中頃から独立を保ったが、1076年にアラゴン・ナバーラ連合王国に吸収され、1200年にはアルフォンソ発生によってカスティーラ王国に併合された。ギプスコアは一旦カスティーラ王国の支配下に入ったが1076年に分離独立し、1180年にはサンセバスティアンがナバーラ王国の三朝六世からフェローを得ていたものの、 1200年に、再び、カスティーラ王国のアルフォンソ発生によって併合された。ビトリアガステースやサンセバスティアンだけでなく、1330年代前半には、アラバとギプスコアのほぼ全領域が、カスティーラ王国に飲み込まれている。ビスカヤは11世紀半ばから、ナバーラ王国のビスカヤ領主による封建体制が続き、 1379年にカスティーリャ王国に併合された。カスティーリャ王国はトレビニョを除いたアラバ、ビスカヤ、ギプスコアにフェロを認め、バスク3地方は政治的独立、国税免除、兵役免除などの権利を得た。カスティーリャ王はビスカヤ領主に就任するとゲルニカに出向き、ゲルニカの多くの木の前でフェロの遵守を宣誓する義務を負っていた。 1483年にカスティーリャ城をイサベル一世がゲルニカの木の下で先誓を行ってから1839年まではこの先誓なしにはビスカヤ領主として認められなかった1181年にサンセバスティアンが建設されたのを発端としてオンダリビア、ゲタリア、サラウツ、ベルメオなどの港湾都市が誕生し1300年には14世紀後半以後に バスク地方の中核都市となるビルバオが建設された、オニャティ大学があった建物。1512年には、カスティーリアをフェルナンド5世の軍隊が、ナバーラ王国に侵攻し、首都パンプローナをはじめとするピレネイナ南のナバーラ王国領を占領して併合した。ナバーラ王国は、カスティーリア王国の副王領となったが、立法、行政、司法の各機構は、 ナバーラ王国に残された。ピレネー北のバスナバールはナバーラ王国から分離し、フランス王国と連合するなどして1620年まで政治的独立を保ち、1620年にフランス王国に編入されて州となった。少なくとも16世紀初頭にはバスク人が北米大陸のニューファンドランド東沿岸まで航海して、 コゲや遠洋漁業を行っていたことが判明している。バスク人は、スペイン帝国の植民活動で徴用され、公開中に死去したフェルディナンド・マゼランの後を継いで、史上初めて世界一周を達成したフ安ン・セバスティアン・エル・カーノは、バスク人であったし、メキシコのサカテカス銀山やボリビアのポトシ銀山を主に開発したのもバスク人だった。多くのバスク人聖職者が新世界で、 布教活動を行っており、イエズス会の創始者である、イグナチオ・デ・ロヨラとフランシスコ・ザビエルもやはり、バスク人だった。1545年には、ボルドーで司祭のベルナト・エチェパレが、バスク語最古の出版物である、バスク諸文集を刊行し、同年には、バスク地方発の大学として、オーニャーティ大学が創設された。 1545年以後のトリエント公会議は土着の言語での布教を推奨しており、1571年には、ラロシェルでヨハネス・レイサラガが新約聖書のバスク語訳を刊行した。バスク地方には王立造船所があり、この造船所で建造された船がカスティーリア王に建造された。ビルバオはカスティーリア王国の羊毛の積み出し港であり、16世紀前半には、 ビルバオに海事領事書が設置された。17世紀にはカスティーラ王国の衰退が顕著になったが、特にビルバオでは造船業や海運業が繁栄し、ビスカヤとギプスコアではヨーロッパに輸出する武器製造業が発展した。1659年に結ばれたフランススペイン戦争の終戦条約であるピレネー条約では、スペインとフランスとの国境がほぼ確定し、 バスク地方は北バスクと南バスクに完全に分断された。18世紀初頭のスペイン継承戦争後にはスペイン各地でフェロが撤廃されたがブルボン家に味方したバスク地方ではフェロの存続が認められ、特にアラバ、ビスカやギプスコアの3領域は一体性を喚起する枠組みが与えられた。1728年には 王立カラカスギプスコア会社が設立され、金、銀、タバコ、比較、カカオなどを取引する新大陸貿易で大きな利益を得た。18世紀後半のバスク地方では農業と牧畜業の均衡が崩れ、伝統的な製鉄業は産業革命を経たイギリスに遅れを取って競争力を失ったが、それまでに経済活動で蓄積していた資本が経済復興に役立った。 1765年には科学、技術、芸術を通じて経済振興を目指すバスク地方ともの会が創設され、イルラクバットをスローガンに3領域の一体性を主張した。フランス領バスク高級保養地となったビアリッツ1789年に開催された3部会においてラブールとスールから参加した大議員は地方特権配信に票を投じ、 北バスクが享受してきた自由や特権は廃止された。北バスクは、フランスという集合体への融合を受け入れ、バスピレネー圏に統合された。バスク圏は存在しなかったが、バスピレネー圏のユスタリッツ軍、サンパレ軍、モーレウォン軍がそれぞれラブール、バスナバール、スールの3地方をほぼそのまま継承した。いくつかの地名が新体制風となり、例えば、サンジャンピエド・ポールは、 二部フランシュにサンジャンドリュズは小ドラゴンに改名された。18世紀末にはピレネー山脈を挟んでフランスとスペインが衝突し、1794年にはフランス軍がナバーラ県北部とギップスコア県を占拠し、1795年にはアラバ県とビスカヤ県を占拠した。1807年にはナポレオン・ボナパルトとカルロス・4世がフランス領バスクで対決し、 半島戦争中の1813年から1814年には、ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリー軍とナポレオン軍の対決の舞台となった。19世紀前半以降、フランス領バスクでは、ビアリッツの海岸やカンボレバン公船などのリゾート化が進行し、フランス有数の秘書地、保養地として発展した。外部資本によるサービス産業が基幹産業となり、 海岸部には非バスク語話者が流入した。ナポレオン3世は、王妃、ウジェニード・モンティジョのために、ビアリッツに利休を建設し、この利休は現在では高級ホテルとして使用されている。スペイン・バスク・バスクナショナリズムの存在を示す、ペインティング。バスク自治政府初代連打カりの輪切レ19世紀のスペインでは、国民国家形成が進められ。 中央集権化と均一化が図られるとともに自由主義的な改革が試みられた。同じ王国内にありながら法域が異なって関税がかかる状況を改めることはバスク側にとっては中世以来の様々な協定や慣習によって守られてきた権利や独自性を脅かすものに他ならなかった。 1833年には社会制度や経済構造の維持を唱えるカルロス5世と自由主義を標榜するイサベル2世との間での多い継承問題を発端とする第一次カルリスタ戦争が勃発しフェロの維持を求めるスペインバスクは旧体制を支持して自由主義勢力と戦ったが1839年に敗北が決定してスペインバスクのフェロは縮小された 1841年には、ナバーラ県のフェロが撤廃されて、数百の町がスペインに統合され、ナバーラのスペイン化が完了した。その後、第二次カルリスタ戦争を挟んで、第三次カルリスタ戦争が起こり、1876年7月21日法で、バスク地方のフェロは、実質的に撤廃された。バスク地方は、スペイン国家の中の一地域に位置づけられ、 納税や兵役の義務が課せられた。関税協会はバスクとスペインの協会からスペインフランス国境に移動し、スペインバスクとフランス領バスクを分断した。このため、パンプロナとバイオンヌを結ぶ歴史ある街道は分断され、バスク内陸部を潤していた旨味のある密輸商売は消滅したが、バスク沿岸部は比較的恵まれていた。また、 工業発展を遂げた19世紀末のバスク地方には、他地域から労働者が多数流入し、1900年時点では、ビスカヤ県、ギプスコア県、アラバ県のバスク3県における人口の6割型、地域出身者となった。バスク地方では非バスク語化が進行し、バスク人の伝統的価値観や規範が脅かされた。バスク民族主義の父と呼ばれるサビノアラナは、 バルセロナ大学で学ぶうちにカタルーニャナショナリズムに共感し、ビスカヤ地方の精神的独立の復活を訴えて政治活動を開始した。アラナは、血族、言語、統治と法、気質と習慣、歴史的人格の5つをバスク民族の独自性を定義づける要素に挙げ、特に地の純潔によってバスク人はスペイン人に優越するとした。 1895年には、バスク民族主義党が設立され、アラナの主張は、近代的工業化から除外された中小ブルジョア層に、受容された。アラナは、分離主義者ではなく、地域主義者であると主張し、名称と旗を持つ、7地域が一つにまとまった国を提起した。初期のバスクナショナリズムは、反工業化を唱え、 第一次世界大戦後には近代化の余波が及び始めた農村部にも伝播していった。初期のバスクナショナリズムはバスク地方の独立や分離を訴えたが、やがてスペイン国家内での地方自治の訴えに変化していった。1931年には第二共和制が成立し、バスク民族主義党はカトリックを基調とし、バスク四県をほぼ独立した国家として扱う。 エステリア検証を採択して国会に提出したが、特にスペイン社会労働党による反対運動で廃案となった。この一方で、1933年にはカトリックを基調としないバスク自治検証案が、ナバーラ県を除くバスク3県の住民投票によって承認され、バスクの歴史上初めて、アラバ、ビスカやギプスコアの3県が法制的にまとめられた。 第二共和成果では各政治勢力の主張が交錯しバスク民族主義党はアラバ県やナバーラ県の支持を取り付けることに失敗したことでバスクの地方自治の実現が遅れたとされる1932年には祖国の日が制定されバスク地方では例年復活祭と同時期にバスク国の復活が祝われている1936年には共和国議会で バスク自治憲章の交付が認められ、ホセアントニオアギーレを連打狩りとするバスク自治政府が承認された。バスク自治政府はバスク大学の設立に着手し、グアルディアシビルやグアルディアアサルトを解体してバスク警察を設立しバスク軍を再編した。1930年代後半のスペイン内戦ではビスカヤ県とギプスコア県のバスク民族主義党は共和国側に立って フランシスコ・フランコの反乱軍と戦ったが、アラバ県とナバーラ県は反乱軍に味方した。ナバーラ王国を継ぐナバーラ県はバスク地方の中心的存在だったが、ナバーラ県内の住民投票でもバスク3県への併合を拒否してバスク3県から分離された。1937年4月にはバスクの自治の象徴であるゲルニカが反乱軍と組んだドイツ軍による ゲルニカ爆撃を受け、1937年6月には、バスク軍最後の拠点であるビルバオが陥落した。バスク自治政府は、支配領域を全て失い、政治的独立の試みが頓挫して、亡命政府となった。スペイン内戦では15万人以上のバスク人が難民となり、その後のフランコ政権下では、バスク語の使用禁止やイクリニアの形容禁止などの政策が取られた。 1946年には、アギーレがニューヨークで、バスク亡命政府を編成し、亡命政府のバスク民族主義党が主導した、ビスカヤ県での労働葬議はこうそうしたが、反共産主義の立場を取る西側勢力はフランコを容認するようになり、1960年のアギーレの地もあって、バスク亡命政府は政治的影響力を低下させた。1952年に、 地下組織として結成された駅員は、バスク民族主義と青年部から分離したグループなどを加えて1959年に、バスク祖国と自由に発展し、バスク語の民族語としての擁立、バスク大学の創設など、バスク民族の政治的自立や民主的諸権利の認知を訴えた。発足当初の ETA は、民族文化復興運動団体の色彩が強かったが、 やがて政治的独立を掲げる集団が主流派となり、1968年には武力闘争が開始されて世界的に知られるようになった。それまでは恩恵派のバスク民族主義党がバスクナショナリズム運動を独占していたが ETA の登場で状況が変わった。1960年代以末には全国的にフランコへの反体制運動が高まり、1970年代に なると、バスク民族主義党が、保守層の支持を背景に組織を拡大した。日本における、バスクの認知1968年には、梅沢忠浦の京都大学ヨーロッパ、学術調査隊が、バスク地方に3の4ヶ月滞在して、調査を行い、桑原武雄の編集による一般向け書籍が、バスク人の生活を伝えた。1983年に、芝良太郎が書いた、 街道を行く22南蛮の道一などがバスクブームを喚起し、1980年代にはバスクへの関心が飛躍的に高まったとされている。シバはフランシスコ・ザビエルの訪日を起点に南蛮文化のルーツを求め、関動神父の功績やバスク語、バスクの風習などを紹介した。九百九十年代になると日本人のバスクに対する関心が多様化し、バスク語や 独立問題への関心より文化的関心に主流が移った。1997年のビルバオグッケンハイム美術館の開館によってバスクのイメージは完全に刷新され多くの観光ガイドブックにビルバオが掲載されるようになった。2006年には日本バスク友好会という任意団体が東京に設立され2009年には バスク州が公認する国外バスク系コミュニティが東京に設立された。フランス領バスクフランス領バスクは19世紀から1980年代まで経済が低迷しており若年層を中心に人口が都市部に流出した。1945年には北部バスク地方自治権証案が策定されて自治権を求める動きがあったがバスクナショナリズムの発言度は 南バスクに比べて低かった。1980年代末までには、左派祖国バスク主義運動、バスク統一、バスク連隊の3派の政治団体が存在していたが、各州選挙でのこれらバスクナショナリスト勢力の得票率は最大でも9%にとどまった。バスク連帯はバスク県創設を求め、1981年のフランス大統領選挙では、 バスク県設置とバスク語使用の用語を公約に掲げたフランスはミッテランが立候補したがいざ就任するとバスク県設置の公約は保護にされた。しかしその後もフランス政府は地方文献化に積極的であり1990年代後半以降にはペーが法的に制度化され1997年には地域整備政策上の行政区分単位として バスク地方が定義された。1993年には、左派祖国バスク主義運動とバスク統一が連携して、祖国バスク主義者統一となり、バスクナショナリスト勢力として、初めて10%を超す得票率を上げた。2007年には、祖国バスク主義者統一やバスク連帯などの、バスクナショナリスト勢力が結集し、アバイとして、地方選挙で躍進した。 スペインバスクを本拠とするバスク民族主義党はフランス領バスクにも拠点を置いているが満足な結果は得られていない。2013年にはフランス領バスクにおける地域振興事業が満了しバスク地方という行政区分は消失した。スペインバスク1975年にフランコが死去するとスペインでは民主化への移行が開始され1978年には 国民投票が行われて、スペイン1978年憲法が制定された。憲法には、スペイン国家の不可分一体性が明記され、バスク人は民族を構成するには至らない、民族体と位置づけられたが、1979年には、スペイン国会で、ゲルニカ憲章が承認された後に、住民投票でも承認され、アラバビスカや、 ギプスコアの歴史的産業域の自治組織としてのバスク自治州が発足した。憲法の規定でナバーラ県はバスク州への統合が可能とされたが、結局1982年に単独でナバーラ州に昇格した。バスク人とナバーラ人の分離はスペイン政府の意図するところであり、バスク地方とスペイン国家の継承解決に向けた大きな障害となっている。 ETA は1968年の暴力、活動開始以後に800人以上を殺害し、1990年代頃にバスク経済が一定程度回復すると、テロリズムの克服がバスク地方最大の懸念事項となったが、2000年代後半以降には軍事的、政治的に弱体化したとされている。2003年にはバスク民族主義党の不安補正イバレチェが、 ゲルニカ憲章改正案をスペイン国会に提出してバスク地方の自治拡大を狙ったがスペインの不可分一体性を崩しかねないこのプランはスペイン会に否決されたピレネー山麓では戦士時代から牧畜が根本的な生活手段だったが新大陸から家畜飼料としてトウモロコシが導入されると小屋内での飼育が可能となって家畜数が急増した トウモロコシは特に北バスクで伝統的穀物の地位を奪い、また農業の著しい改良につながった。17世紀末頃のバスク地方では、冷涼なピレネー北陸などでシードラ用のリンゴが栽培され、南バスクゼニキでチャコリー用のブドウが栽培されていた。19世紀初頭には牛の頭数が急増し、山間部では頑強なピレネー種が支配的である。 1900年頃までは、バスコベアルネーズ種などの羊の頭数も増加していたが、その後は、都市部での牛乳消費拡大によって、牛と羊が、競合関係にある。フランス領バスクでは20世紀後半に、ヤギの頭数が大きく減少し、ピレネー南緑では、ヤギが目牛にとって変わっているが、ビスカヤ県とギプスコア県では逆にヤギが大きく、増加した。バスク地方中央部では、 現在でもポトックの自由放牧が行われており、フランス領バスクの山間部でも平野部でもラバが飼育されている。バスク地方は農業生産力で他地方に劣っていたが、フェロによる消費財の自由な輸入や国税の免除などが商業活動の発展に貢献した。バスク地方の港では春にはアンチョビやイワシ、夏にはマグロやカツオ、秋にはメルルーサや ロブスターやイカ、冬にはタイなどの漁獲量が多い。漁業はラブールの沿岸部よりもギプスコア県とビスカヤ県の沿岸部で重要な役割を果たしている。バスク地方最大の港湾はスペイン随一の港であるビルバオ港であり、かなり離れてパサヤ港とバイオネコが続く。バスク地方の港湾の立地はスペインの産品を イギリスやフランドルなどに輸出する際に好都合だったが、新大陸が発見されると、アンダルシア地方のカディス港が発展し、バスク地方の貿易は衰退した。中世には、捕鯨がバスク地方の一大産業であり、ヨーロッパにおける捕鯨のルーツはバスク地方である。19世紀後半に、ノルウェー式の捕鯨銃による捕獲方法が確立するまでは、集団で森を打ち込むバスク式は、 イギリスやオランダなどでも採用され、北米のアメリカ合衆国にまで伝承された。バスク人の捕鯨を伝える文献は11世紀、12世紀のものが最も古い。13世紀、14世紀には、ビスケー湾内だけでなく、大西洋上でも捕鯨を行うようになったとされ、フランドルイギリス、デンマークなどでも、ゲイユやクジラヒゲが販売されるようになった。 東海用に用いられていたオリーブ油や油の油の産地である地中海沿岸がアラブ人やトルコ人の支配下に置かれるとバスク人が産する原油のヨーロッパでの需要が高まった。また、繊維産業や比較産業の発展によって洗浄用の石鹸の原料として原油がコルセットの材料などとしてクジラヒゲが使用されるようになった。15世紀には ビスケー湾から大西洋セミクジラが姿を消したため、バスク人は大西洋を北上するようになり、1550年までには北アメリカ大陸沿岸のニューファンドランド島やラブラドール半島に至った。1560年代がバスク捕鯨の前世紀であり、バスク地方の全魚老人口2万人のうち4000人が捕鯨に従事し、毎年50隻もの捕鯨船が、 北米沿岸に航海してヨーロッパの原油市場を独占していた。また、沿岸のタラはヨーロッパ各国に輸出される国際交易品となった。16世紀後半には捕鯨船の所有元や資金提供元がバスク地方内部からスペイン国外に移り、18世紀後半にはバスク捕鯨が終焉を迎えた。古くから木炭がエネルギー資源だったが、 1886年には、バスク地方発の発電所として、サンセバスティアン水力発電所が建設され、中小工業が近代化、機械化された。1902年には、鉄鋼企業数社が合併して、ビスカヤ航路が建設され、1924年には1万人、1967年には1万5千人もの、従業員を抱えた。重工業は、 ビスカヤ県に集中しているが、多くの工場が、バスク地方全土に分散して存在しており、アラサーテ、モンドラゴン、エイバル、エルゴイバルなどがある、ギプスコア県のデバダニには、工業上の拠点が形成されている。18世紀初頭のスペイン継承戦争後は、ビルバオノブルジョアが、カスティーリャウブゲ織物の海上輸送ルートを手にし、スペインからカイロで輸出される、ケの50%が、 ビルバオ港から積み出された。19世紀にビルバオ周辺で豊かな鉄鉱石の交渉が発見されたため、19世紀末には外国資本が流入して製鉄と造船が盛んになり、スペインはヨーロッパ最高の鉄製産業を誇った。ビルバオ加工はバスク地方における産業革命の中心地として、スペインではカタルーニャ地方と並ぶ工業地帯となり、 特に鉄鋼業、造船業、製造業、製紙業などの重工業が発達した。1855年にはビルバオン銀行が創業し、2年後にはスペインで初めて紙幣発行の認可を受けて、スペインの筆頭銀行となった。20世紀初頭のバスク地方には、22の夜勤工場、65の鋳造工場、2の製紙工場、12の繊維工場、 20の製粉工場、18の電気エネルギー製造センター、25の缶詰工場、22のセメント工場、5の製材所その他があった。1930年におけるバスク地方の対全スペイン比率を見ると製鉄業が65%、造船業が71%、製紙業が71%、海運業が69%、 鉄鋼生産が74%、銀行預金が42%などであり、スペインを代表する経済、工業力を有した。1970年代、1980年代の経済危機を経て、バスク州ではハイテク産業が成長した。バスク地方における自治体別バスク語話者の割合。バスク語が話される領域はバスク7領域の一部であり、 その歴史の中で拡大も縮小も経験している。10世紀頃にはすでに、ナバーラ州南端部では、バスク語が話されなくなり、12世紀以後は、バスク語領域が徐々に衰退した。国民国家の成立過程では、スペイン政府もフランス政府も多かれ少なかれ、バスク人とその言語的アイデンティティを抑制しようと、試みてきた。20世紀の大部分では、 バスク語の社会言語学的状況は深刻に低下した。これは、他地域からスペインバスクにスペイン人労働者が大量に流入し、フランシスコ・フランコ独裁政権下でバスク語やバスク文化が抑圧されたことなどが理由である。1960年頃にはバスク語復権運動が起こり、1975年頃には、 バスク7領域で160校のイカストラが3万4000人の生徒を抱えるまでに至った。スペイン1978年憲法第3条では、カスティーリア語を国家公用語と定めているが、同時に多言語も自治州内の公用語となる可能性を明記している。バスク州は1979年のゲルニカ憲章で、バスク語を固有言語に選定し、 カスティーリア語との二言語共同公用体制を敷いた。ナバーラ州は、州域を法的に、バスク語圏混合圏ヒバスク語圏に分け、ヒバスク語圏以外では、バスク語公用語として認めている。一方、フランス共和国憲法はフランス語を国語と定めており、フランス領バスクにおいて、バスク語は公的な地位を得ていない。2013年6月には、 フランスの公用語がフランス語であるとする条項に乗っ取りバスク語学校の新設に財政補助を行おうとした安大エ議会に対して違法であるとする判決が下された。なお、バスク語は欧州連合機関内で限定的な使用が認められており2011年にはスペイン国会上院でも使用が認められるようになった。2000年代半ばの調査ではバスク語話者は 約65万人であり、うち55万人がスペインバスクに10万がフランス領バスクに居住しているとされる。バスク人は伝統的にカトリック教徒であった。19世紀から20世紀に至るまで彼らは経験で教会に通う人たちで、最近は西ヨーロッパのどこの国でも見られるように教会へ通う人たちは減少してきたが、十五世紀に イエズス会を設立したイグナチオ・デ・ロヨラも、またイエズス会からアジアへ派遣されてきて、日本へ初めてキリスト教を伝えたフランシスコ・ザビエルもバスク地方の出身であった。プロテスタントが少しもいなかったわけではない。最初のバスク語の新約聖書は1571年にヨアネス・レイ・セラガが翻訳した。それはナバラ王国のジャンヌ・ダルブレ女王により見なが、 バスク語、またはフランス語ベアルン方言で聖書が読めるようにされた一環であった。しかし、アンリ4世がカトリックに改修してからは、プロテスタントはほとんどいなくなった。バイオンヌには、スペイン、またはポルトガルの異端神問を逃れてきたセファルディム系、ユダヤ人がいた。カスティリア王国が侵攻してくる前のナバラには、イスラム教徒のコミュニティもあった。現在は、 ある統計では、神様を信ずる人たちは50%をわずかに超えるだけになってきた。高年齢の人たちが宗教的であるのに対して、若い年齢層になればなるほど宗教に対しては会議的である。2012年の統計で、カトリック教会信者が58.6%で一番多い宗派で、スペインでも一番世俗的な地域の一つになってきて、 24.6%は無宗教で12.3%は半信論者であった。ビルバオにあるデウスト大学1540年にはアビラ指教によってギップスコアにオニャーティ大学が創立され1548年に得る何からオニャティに移転した。神学、法学、教会法学、芸術学、医学が教えられ。 1869年までは学生はローマカトリックに限定されていた。オニャティ大学の建物は現存しており、1931年には国定史跡となっている。1901年に並行するまでオニャティ大学はスペインバスクで唯一認可された大学だった。1897年にはスペイン初の現代的な工学部を持つビルバオ高コートを 高科学校が設立され、現在ではバスク大学の一部となっている。1886年にはイエズス会によってビルバオ近郊のデウストにデウスト大学が創立され、1916年にはスペインで初めて経済学の学位を与えた。フランシスコ・フランコ政権下ではマドリード大学に次いで文官大臣を多く輩出した大学であり、 スペイン屈指のエディート養成機関だった。第二次世界大戦後まで長らく政府非公認のカトリック大学という位置づけだったが、1962年にはスペイン政府によって正式な大学として認可された。デウスと大学の卒業生であるホセアントニオ・アギーレなどによって公立大学の創設が望まれており、スペイン内戦中の1 9 3八年にはビルバオに 公立大学が設置された。バスク州発足後の1980年にはこれら、自治州各地の教育機関を統合して、正式にバスク大学が創設された。バスク大学は、バスク州にある唯一の公立大学であり、三県それぞれにキャンパスを置いている。1943年には、アラサーテ、モンドラゴンに高等、高科学校が設立され、 1997年に正式にモンドラゴン大学として認可された。2011年にはヨーロッパ初の食科学に関する4年生学部としてサンセバスティアンに食科学部が開設された。1952年にはローマカトリック教会に属するオプスデーがパンプローナにナバーラ大学を創設した。ナバーラ大学はパンプローナとサンセバスティアンの2カ所にキャンパスを 有しており、経済学、経営学部は、エコノミスト誌や、フィナンシャルタイムズ誌によって、世界トップクラスの評価を受けている。医学部は、前衛的な研究を行っており、2004年には、腫瘍学、病理生理学、神経科学、生物医学の4ジャンルを合わせ持つ応用医学、研究センターが開設された。 1987年には、ナバーラ州発の公立大学として、既存の高等教育機関を統合して、ナバーラ州立大学が創設された。パンプローナとトゥデラにはスペイン国立通信教育大学のセンターが存在する。バスク地方最大の空港である、ビルバオ空港。バスク地方には、ビルバオ空港。サン、セバスティアン空港、ビトリア空港、パンプローナ空港。 ビアリッツ・アングレット・バイオンヌ空港の5つの空港がある。バスナバールとスールに空港は存在しない。ビルバオ空港とビアリッツ・アングレット・バイオンヌ空港は国際空港であり、その他は国内便のみの空港である。ビルバオ空港の2012年の旅客数は約417万人であり、スペイン国内では13番目に旅客数の多い空港だった。 サンセーバスティアン空港は、スペインフランス国境を流れるビダソア川に面しており、滑走路のすぐ先に国境線が引かれている。2012年の旅客数は約26万人であり、スペイン国内では31番目に旅客数の多い空港だった。ビトリア空港は5空港の中で最長の3500メートルの滑走路を有するが、貨物便を主体とする空港であり、 2012年の旅客数は約2万4000人の少なさだった。ビトリア空港には2014年10月にニューヨーク行きの旅客便が設定され、バスク地方から初めて大西洋を超える便となった。ビアリッツ・アングレット・バイオンヌ空港はロンドンなどへの国際便を有し、2013年の旅客数は約110万人であり、フランス国内では20番目に、 旅客数の多い空港だった。ベルナルド・アチャーが現在確認されているバスク語最古の出版物は1545年にベルナト・エチェパレによってボルドーで出版された陰文詩集のバスク書文集である。この陰文詩集から約20年後にはヨアネス・レイサラガによって新約聖書とカルバン派の教えの部分的翻訳が試みられ17世紀半ばには ペドロデ・アシュラルというバスク語歳初期の作家が登場した。バスク語文学はラブールを中心に開花し、アシュラルの代表作である1643年の後ではバスク語文学における真の傑作と称された。19世紀にはフアン・アントニオ・モゲルがバスク語による初の小説とされるペルアバルカを表しビスカヤ方言で書かれたこの作品は 言語的にも貴重な資料となった。ルイリュシアン・ボナパルトのバスク研究開始から、スペイン内戦勃発までは、バスク文芸のルネッサンスの時代とされ、19世紀末には、バスク民族主義の父、サビノ・アラナが様々なバスク語雑誌を刊行して、バスク語の発展に貢献した。著民アギーレは、漁師や農民の生活に興味を抱き、1906年には、ビスカヤ方言で、 1912年にはギップスコア方言で死だを表した。死の分野ではシャビエル・リサルディア、オリシェが活躍した。スペイン内戦後のフランコ体制下では言語的に迫害されたが、1950年頃には文芸復興が始まった。1957年にチリアルデギが書いたレトゥリアの秘密の日記は、 バスク語文学における小説の真の始まりと言われ、ラモン・シャイサル・ビトリアの作品は普遍性のある文学として評価された。20世紀末から21世紀初頭には、ベルナルド・アチャーが、アンヘル・レルチュンディ、マリア・シュンランダ、ウナイエ・ロリアが、キルメン・ウリベなどのバスク語作家が、スペイン国民文学賞の各部門で受賞し、スペイン文学界で高い評価を受けている。 カスティーリ語文学やフランス語文学と比べると、バスク語文学の歴史は乏しいが、現代作家は様々な文芸分野で活動して、バスク文化に大きな影響を与えている。バスク地方には、生活に深く根付いたベルチョラリツァと呼ばれる伝統的な即興詩家があり、競技大会や友人の集まりなど様々な場所で披露される。また、チストゥ、アルボカ、チャラパルタ、 トリキティ社などの伝統的な楽器があり、結婚式や村祭りなどの祭事で演奏されてきた。1960年代には、ミケル・ラボアなどがバスク語による新しいバスク音楽の創造を試み、1980年代半ばには、フェルミン・ムグルサなどが政治的主張も行うラデカル・ロックでスペイン国外にも進出し、1990年代以降には、 政治性を排したケパ・フン・ケラやオレカ・ TX などの伝統楽器奏者が国内外で高い評価を受けている。バスク地方では無声映画の時代からバスク語やカスティーリャ語で映画が制作されている。カスティーリャ語の映画では、タシオ、バスクボール、オババなど、バスク語の映画では、道を教えて、イシャベル、80日間で、などがある。バスク地方出身の映画監督には、 フリオ・メデムやアレックス・デ・ライ・グレシアなどがおり、メデムはバスク州の独立問題、テロ問題を扱ったバスクボールで論争を巻き起こした。バスク地方出身の芸術家にはホルヘ・オテーサやエドゥアルド・チリーダなどがいる。いずれも抽象的、幾何学的、重厚な作風が特徴であり、両者はスペイン内戦後のスペイン彫刻の出発点をなすとされる。 両者は1980年代後半に相次いでアステリアス皇太子賞を受賞しており、オテーサはサンパウロビエンナーレ彫刻部門、グランプリ、チリーダは高松の宮殿下記念世界文化賞、彫刻部門などを受賞して世界的にも評価されている。パクシ、ザビエル・レザマ・ペリエ・バスク地方の現代美術についての主要な理論家の一人としても知られている。 1997年には、ビルバオに、ビルバオグッケンハイム美術館が開館し、地域経済への投資の増加など、大きな成功を収めている。伝統的なタラ、料理スペインやフランスの他地域とは異なる食文化は、バスク料理として知られている。エルブジなどで知られる、セフのフェラン・アドリアは、食事の平均的な質やレストランの質という、観点では、 サンセバスティアンが世界で最も優れた街かもしれないと述べている。タラ、メルルーサ、ウナギの稚魚などの魚介類が、海、バスクを代表する食材であり、定番料理には、マルミタコ、タラのピルピルソース風、イカの炭に、ウナギの稚魚のビルバオ風などがある。有名レストランで提供されるシンバスク料理や、バルで提供されるピンチョスなども含め、バスク料理自体が、 観光資源となっている。アラバ県のエブロ川流域は、リオハとして知られる赤ワインの生産地域であり、ビスケーワン沿岸では、チャコリと呼ばれる、白ワインが生産される。シードラと呼ばれる、リンゴ酒の生産も盛んであり、酒蔵は、ギプスコア県、アスティガラが周辺に集中している。バスク地方では、サッカー、ラグビーユニオン、自転車競技、サーフィンなどのスポーツが盛んであり、 バスクペロタや農作業から生まれた伝統的スポーツも人気がある。スペインバスクでは特にサッカー、バスケットボール、自転車競技などが盛んである。サッカーではアスレティックビルバオやレアルソシエダなどのクラブがリーガーエスパニョーラに所属している。アスレティックビルバオはバスク人のみで選手を構成していることが特徴であり、レアルマドリードや FC バルセロナと共に一部リーグから 降格したことがない3クラブの一つである。レアル・ソシエダもかつてはバスク人のみで選手を構成していたが、1989年にはバスク人以外の初の選手としてイングランド人のジョン・オレドリッチを獲得した。1913年にビルバオに建設された初代エスタデオ・サン・マメスはスペイン初の大規模サッカー専用スタジアムであり、1920年に スペイン代表が銀メダルを獲得したアントワープゴリンでは全メンバーのうち計15人がバスク人だった。1928年の全国リーグ創設時には10クラブ中4クラブがバスク3県に本拠地を置くクラブだった。フランコが死去してスペインが民主開港期にあった1980年代初頭にはアスレティックビルバオトレアルソシエダの2クラブが4。 シーズンの間リーグタイトルを独占した。2000から01シーズンには、アスレティックビルバオ、レアルソシエダ、デポルティーボ・アラベス、CA オサスマが一部リーグに在籍したが、スペイン・バスクの4領域全てのクラブが揃うのは、史上初のことだった。スペイン・バスク出身の著名選手には、スペイン代表最多出場記録を保持していたアンドニ すびされた2010フィーファワールドカップ優勝メンバーとなったシャビアロンソなどがいる。バスク地方出身の著名な自転車競技選手にはツールドフランスでほど個人総合優勝を果たしたミゲル、イングラインなどがおり、アブラーム・オラーノはブエルター・エスパーニャと世界選手権個人ロード、個人 TT で優勝した。自転車競技チームとしてはかつて UCI プロチームのエウスカルテル・エウスカディが存在し、北京オリンピック個人道ドキンメダルのサムエル・サンチェスなどが所属していたが、資金難のために2013年に解散した。エウスカルテルは、バスク人のバスク人によるバスク人のためのチームであり、2012年までは所属選手をバスク地方出身かバスク地方でアマチュア時代を過ごした選手に限定していた。 スポンサーの一つであったエウスカディはカテゴリーこそ一つ下げたがバスク人のためのチームのチームのタイトルスポンサーを続けている。イングラインが所属したチームのバネストの後継にあたる UCI ワールドチームのモビスターチームはパンプローナ近郊のナバーラ州エグエス日本部を置いている。フランス領バスクではサッカーよりラグビーの方が盛んだとされておりフランス選手権 トップ14には常にビアリッツオランピック、アビロン、バイオンヌなどのクラブが所属している。ビアリッツオランピックは赤、白、緑のバスクカラーのユニフォームをまとい、サポーターはスタンドからイクリニャを振って応援する。ビアリッツオランピックは、ハイネケンカップのホームゲームを、国境を越えたサンセバスティアンのエスタディオアノエタで開催している。フランス領バスクにある、 ラグビーチームの選抜チームとして、ラグビーバスク選抜がある。1990年、ラグビーバスク選抜は、フランス遠征中のラグビーニュージーランド代表を破った。2012年11月には、ビアリッツで、ラグビー日本代表と親善試合を行い、19から3で勝利した。フランス領バスクに、著名なサッカークラブは存在しない。 フランス領バスク出身で、サッカーフランス代表の主力として活躍した選手には、1990年代後半に代表キャプテンを務めたディディシャンやビセンテリーザラズなどがいる。バスクサッカー連盟は、国際サッカー連盟や欧州サッカー連盟などの統括機関には加盟していないが、サッカーバスク国代表はバスク7領域全体の代表として定期的に、 各国代表と試合を行っている。サッカーの他には、バスケットボール、アイスホッケー、女子サッカーなどの競技でバスク7領域全体のバスク国代表が結成されている。ビアリッツでは、世界的なサーフィン大会が開催されており、バイオンヌでは、闘牛が愛されている。ダンス領バスク全体で、バスクペロタも人気がある。伝統的スポーツマルタギリ競技中の選手、 バスク地方の伝統的なスポーツとしては、ペロタバスカがある。ペロタバスカは素でもしくは、ラケットとボールを用いるコートスポーツ、球技である。ペロタバスカは、パリオリンピックでは、正式競技として開催され、その後は1924年パリオリンピック、メキシコシティオリンピック、バルセロナオリンピックの3大会で、公開競技として開催された。 1929年にはバスクペロタ国際連盟が設立され、ヨーロッパや南北アメリカを中心にフィリピンやインドなども加えた27カ国の連盟が加盟している。1940年からスペイン全国選手権が開催されており、バスク地方にはプロ選手が存在するほか、ナバーラ州ではサッカー選手よりもペロタ選手の方が人気があるとされる。 ペロタバスカの編集にハイアライがあり、特にアメリカが主衆国でプレーされている。ハイアライは、洋費でくるまれた125から1 4 0ムのボールを用い、あらゆるスポーツの中で最も硬いボールを用いるとされることがある。ホセラモンガレーティオはハイアライのボールで時速3 0 2キロメートルを記録したことがあり、これはボール競技の世界最高速度となっていたが、 2007年にはゴルフボールのロングドライブ競技でジェイソン・ズバックが時速3 2 8トルを記録して世界記録を塗り替えた。ハイ・アライにはギャンブルの要素も加わっている。農作業から生まれた伝統的スポーツも人気が高く、国旗心や忍耐力を必要とするバスク民族固有の特性が反映されている。イリプロバック、セガ・アプス・トゥア、エリキ・キロラク、 アイスコラリ、ソカティラ、チンガスなどがある。これらの競技にもギャンブルの要素が加わり、祭礼には欠かせないイベントとなっている。伝統的スポーツは、職業の作業形態を競技化したものがほとんどであり、そこには、原初的なスポーツの成立過程が見られる。サッカーを除けば、バスク人は近代スポーツへの関心が薄いとされ、他民族に比べて、 固有の伝統的スポーツの人気が高い。桁外れの体力と気力を必要とする競技ばかりであるが、格闘技の要素を持つ競技は見られない。ありがとうございます。